はい、おはようございます。朝日です。それじゃあここはスペインのオスナっていうちっちゃな町なんですけど、ヒッチハイクはほとんどもう諦めてて、また今日も進めるとこまで進もうかなと思ってます。ちょっと考えたんですけど、ヒッチハイクもう捕まる気配が全くしないんですよ。この暑さがなかったらね、水分補給という出費がもっと抑えれるんですけど、立ってるだけでもどんどん水分奪われてるんで、だったら進もうじゃないかということで、自転車でグラナダまで行こうかなと思い始めました。相変わらず暑いっすわ。ということで出発していきます。めちゃめちゃ坂道が多いです。チキンオフオフポルクチキンチキンチキンうわちょっと久しぶりになんかこういう人の優しさを感じてます。マルティーンっていうところで一応休憩しようと思って日陰に来たら、リプトンレモンティーと水いただきました。冷たいって最高なんすよ。ほんまめちゃめちゃ美味しい。ほんでね、ここ多分バーなんすけど、飯も食ってくかみたいな感じで今調理してもらってます。ありがとうございます。今ちなみに言いますけど、所持金ゼロです。めちゃめちゃ嬉しいっす。いただきます。ありがとうございます。うん、まっ。めちゃめちゃうまいやん。Si no guts, no problem. ¿Sabe? Prueba, si no guts, no problem. Thank you. Prueba, prueba. Gracias. ¡Qué tu azul! ¡Así es! めちゃめちゃ美味しいソースだこれ。めっちゃうまっ。Gracias. Nada, hombre, yo. Gracias. Buen viaje. Gracias. Buen viaje, ¿vale? ¿Acuerdan? New barba. El barba. El barba. New barba. Gracias. Adiós. Gracias. Buen viaje. Adiós. はい、てなわけでありがとうございました。多分動画的にはそこだけ切り抜いてる感じになってるとは思うんですけど、サイクリングしてるとね、この暑さとかもう道の悪さとか坂道の多さとか、自転車吸ったのかなって思ってる瞬間何回もあるぐらいですね。ネガティブになりやすいんですけど、だからあんまりカメラも回してないっていうのが本音で、でもこういうのがあるとね、やっぱり頑張ろうってなりますね。とにかく今最高な気分です。じゃあまた行けるとこまで進みます。てなわけでアンテケラ着きました。はい、それじゃあこのアンテケラで路上演奏します。全然人いないんですけど、まあやらんよりはマシやと思うんで頑張ります。エフェエスパニョチン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 エスパニョエスパニョサルーサルーサルー、サルー。うまっ。なんかリクエストじゃないけど招かれたんでここで演奏します。はい、てなわけで路上演奏が終わりました。めちゃめちゃ稼ぐことができました。じゃーん。
大体26ユーロありました。これで生き延びれるし、だいぶ選択肢が広がりました。ありがとうございます。それじゃあ今日はですね、アンテケラっていう小さな町からようやくグラナダに行ける日となりました。まあここからあと100キロぐらいなんですよ、実際。で、方法はというと、ブラブラカーっていうアプリを使いました。これね、知らない方も多いかもしれないですけど、ライドシェアサービスっていう相乗りですね、つまりは。で、今ここはマクドナルドなんですけど、この駐車場で待ち合わせしてて、もうこういう感じでパッキングは終わってます。ほんまにこの輪行袋が大活躍してます。まあとにかくこれも路上演奏してまさかの26ユーロとかそういう風に稼げたからなんですけど、まあそんな流れでダニエルさんを待ちたいと思います。さあ、それじゃあ乗らせていただきます。オラー、What's your name? Frank. Frank? Nice to meet you.32. Oh, okay. 30. Oh, okay, okay. I think in Spanish. Yeah, 30. 32. 32. All right.車快適すぎるやん、最高かよ。バーイ。はい、ってなわけで今ここはグラナダなんですけど、次の移動もそうやし、グラナダを楽しむためも含めてユーロを稼ぎたいと思います。今所持金が13ユーロとかなんですけど、目標は最低でも50ユーロ。頑張ります。